所で降ります。すいません、あーさあ、よかった。進撃の巨人ですか。そうです。多いですね、まず今来てますよ。来てますか。先週始まったんですね。東京とか埼玉、東京埼玉、すごいですね。どこからも来てたが、私たちのちょっと私たちの年代には分からんけどね。からんけど、ね、もうね、もうあのはじめくんのお父さんが僕たちと同年代。あ、そうですか。お知り合いですか。そうです。ね、お父さんももともと絵描きですからね。え、デザイナーです。あ、そうですか。家具のデザイナーでね、で、絵も描きますのでね、美点とか出してましたからね。そうなんですね。今日はこれを見て、ですね、ちょっと考え中なんですよ。すごいじゃないですか。すごいですか。なんとしてでも大山に作ろうっていうね。はあ、すごい。あ、一回下るんですね。ダムの下ですからね。あ、そうかそうかそうか。ダムの壁に面が出てますから、ね、そうか。ダムって上には登れるんですか。本当に行ってるかし。あ、よかった。あ、もう大山観光タクシーさんぐらいですよね、あそこでタクシーあるのは。もう大山しかもうこれ1軒しかありませんので、ね、よかった。これ歩くかタクシー乗るか。そうです、みんな歩いて下ってますよ。そうですよね、そうですよね。あのゴーラってところで降りるんですよね。そうそう、中ゴーラっていうところでね。何ですかこれ。橋じゃない。これは隧道地点ですね。隧道、はい、隧道地点。この中水が流れてるんですよ、その久留米の方に。へえ、久留米の方に水を送ってる。知らなかった。これ松原ダムってことの上に、上流にもう一つダムがあるんです。へえ、生活水を。へえ、あ、これか、これか、これか。来ちゃった。おー、よう来た、よう来た。車がいっぱい。あ、多分あの家ですよ。あ、行きてー。 あれです。おいくらですか。1250円。はい、
ノシシが入るから、ここはちゃんと。
ねえ。じゃあ、はい。さやちゃん。なんか元気出なさいよ。サッカー先生だよ。主催の訓練。